野戦病院、いやテントか。政府が建てた臨時収容施設だ。思ったより顔色がいいな。動くのは無理だ。日中は暑いだろうが我慢してくれ。帰れ。話が終わったら帰る。武器もない。お前も手榴弾はなしだ。帰れ。永久に痛みを忘れさせてやってもいいんだぞ。こっちも仲間をやられたからな。ほら、差し入れだ。開けてみろ。何しに来た？尋問か？違う。お前のことはもう知ってる。和平ミラー。日本陸上自衛隊出身。戦争をしない軍隊か。軍隊じゃない。米国を経てなんか目立った実戦経験はなし。にもかかわらず2ヶ月前から反政府勢力の教官として一個招待を指揮。大したもんだ。見舞いならもう帰れ。それも違う。そっち座るぞ。静かに座ってくれ。スカウトに来た。お前を仲間にしに来たんだ。仲間？そうだ。どうした？本気だぞ。革命軍には俺のクライアントがいる。支払いも悪くない。まるでビジネスマンだな。この国の混乱は当分続くだろう。なのに政府軍に鞍替えしろってのか？そいつも違う。どう違う？政府当局との契約は昨日で切れた。お前とやり合ったのが最後だ。そうか。あんたも俺と同じ。金で雇われた。金のためじゃない。俺たちはみんな自分のために戦う。つまり金のためだろう。日本が奇跡の経済復興を遂げるわけだ。お前の説得には時間がかかりそうだな。いらないよ。もう帰ってくれ。お前回復したら監獄入りだそうだ。連中の尋問は過酷だぞ。何しろ俺の仕込みだ。それが？例えばフランス人がインドシナで好んで使った爪の間に薄い竹べらを差し込むってやつだ。爪？こいつはひどく痛い。大の男が赤ん坊のように泣きわめく。垂れ流すぞ。脅しか？だが生き物ってやつは痛みだけで死に至ることはない。両手両足、爪は20枚ある。そいつを1枚ずつ時間をかけてじっくり痛むる。それが終わったら、まだ爪がなくなっただけ、人間の痛点はまだたっぷり残ってる。歯なんてどうだ。28本あるぞ。お前親知らずは？差し入れ開けてみろ。これはおむつ。その時役立つ。おしめだ。笑えねえ。外見てみろ。正規軍の奴らが言う処刑、ここじゃ見慣れた風景だ。どうだ、俺のところに来るんなら全部チャラ、無罪放免にしてやる。雇われ兵のあんたに何ができる？ここの基地司令官と俺は仲良しでね。仲良し？奴の上層部に知られたくない秘密が俺の日記帳に書いてあるくらいのな。ブラックメールか。奴にとっちゃ命だ。おい、病室だぞ。お前しかいない。だがなぜ俺を？ここを抜け出したら軍隊復帰するかもしれないんだぜ。いや、噂を聞いた。噂？和平ミラーは反政府組織を壊滅させるために潜入した政府側の工作員だったというな。でたらめだ。政府軍のディスインフォメーション工作、 CIA の入れ知恵か。くだらんな。
だが反政府組織はどう思う？部隊は全滅、お前の死体は残っていない。お前を疑うよな。あんたか。あんたがその噂を。いや、だがどっちにしろお前はもう戻れない。反政府軍は裏切り者カズヒラ・ミラーへ報復に出るだろう。単独のフリーランサーとしてはやりづらくなるな。少なくともこの辺じゃ。かといって出国も命がけだろう。反政府勢力に加担するのは割が合わん。金も装備もないが責任は重いからな。だが政府軍もやめておけ。権力の腐朽が体に染みつく。俺んとこに来い。装備は自前で揃ってる。イデオロギーもパワーバランスも関係ない。戦いを求める者の理想郷だ。俺があんたにつくだって？いくら雇われでも敵方のあんたに。戦うことしかできない人間がいる。生まれつきか誰かにそうさせられたか。戦いにしか生の充足を得られない奴が。あ？だが何のために戦う？国？家族？金か？俺はどうでもいい。だがそういう連中が、同じ境遇を持った奴ら同士が仲間になった方がいい。殺し合うくらいならな。勝利か、さもなくば死か。俺はあんたへの負けを認めてない。そうか。あんたにつく理由がない。お？そうだ、勝負をしないか。勝負？あんたが勝ったら仲間になってやるよ。だが負けたら俺を逃がしてくれ。何をする気だ？あんたと決着をつけたいだけだよ。どうだ？傷を治して1週間後だ。勝負の内容と場所は俺が決める。いいだろう。おい、俺が勝って自由になったら噂を流す。あんたは工作員で反政府勢力に情報を流してるってな。何がおかしい。尋問はあんたが受けるんだ。こいつもあんたが使え。わかった。何か必要なものがあったらここの連中に言え。俺から伝えておく。そうするよ。あ、そうだ。ん？脱走は考えるな。ここの兵隊は従順だが気性が荒い。下手に動いたら勝負は永遠にお預けになるぞ。ああ、じゃあまたな、カズヒラ・ミラー。おい、ん？俺は金のために戦ってるんじゃない。じゃあ何だ？いや、あんたに話すようなことじゃない。なんて呼べばいい？俺か。ああ、ボスと呼べ。俺はスネークだ。スネーク。1週間後。ああ、これここは置いとくぞ。